吉田さんお疲れ様ですインターネットの恩恵を受けて今みたいな暮らしを手に入れた私も、まあ、実は後発なんですよね後発組だからこそ私に対してインターネットの教育をする人が先発組がいたっていう形なんですけどもそれが10年前なんですよね10年ちょっと前かなうん10年ぐらい前ですよねスマホアプリとかっていうのでねなんか盛り上がっていたのは局地的に盛り上がってましたけども で、そもそもこのインターネットってのは、私が思うところね、私が大学生の時にもすでに私の耳には情報として入っていて、それが大学の講義の中で、これからインターネットの時代が来る。でも今はまだそういった仕組みが組まれていないんで、パソコン通信ってのがその前段階としてあるんだよ、みたいな感じでね、パソコン通信っていうのを教わって、で、モデムっていうのをその時ね、 あの、月に3万円のレンタル料がいるんだけどもちょっと実験的に希望者には貸すからパソコン通信ちょっとやってみようや感じで私もそれに手を挙げてねで、生徒さんが3人それからあの講師の方教授の方が1人でで、4人でパソコン通信しばらくやってたんですよで3ヶ月ぐらいやって、まあ、のデータが取れたのかねちょっとパソコン通信のモデルも回収するわっつってからプロジェクトは終わったんですけどもそれが私の最初のねパソコン通信の経験だったんですよ で、通信って言ってもアクセスする相手がそんなにいなかったんでこれのどこが面白いんだろうと思っていたんですけどもその時私が想像しなければいけなかったのがね並み居る大企業もこのパソコン通信もしくはインターネットをやることによって直接連絡を取ることができたりとかするんじゃないかなとかその大企業の今ではね簡単にイメージできますけども情報発信を受け取ることができるテレビ以外雑誌以外で受け取ることができるっていうねここに私はねその時想像力がちょっと働かなかったですよね。 まあそのまんまパソコン通信、インターネットの,その元祖とも言えるものをもう無視して生きていきたわけなんですけども、それから大学卒業してスーパーに就職して、ね、パソコンはまあ手元になかったわけではないんですけども、帳票の管理ぐらいで、えー、本当にインターネットとは無縁の暮らしを送ってましたね。本当、電卓みたいな使い方をしてました。それからあと、広島に会社を辞めて引っ越すことになって、で、一人暮らしをしていたんですけども、その時にね、 あの儲かる方法なんかないんですかっていうふうに広島に長いこと住んでるおじいちゃんとかに聞いてたんですよそしたら儲かかかる方法はねはねねね私何個か知ってたんだよって言ったから、ね、例えば広島のこの土地もでかいビルが建ってるけどもあの土地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 ,あの土地をあの安く売り出してた時期があったんだよってその時に金はあったんだけどまあ買わなかったんだっ,つって言ってましたよねその方でも買いあさる人がいたとでそこで一つ差ができたんだよってその後バブルの時代が来たからね あの時買ってればなあの時買ってればなあの時やってればなあってねあ中学の頃真面目に勉強しとけばなーとかね大学受験真面目にやっときゃなーって思うんですよ後からになったら,だからそれを先に思わないといけないですよねで私も同じでその時あの土地ってものを買っておけば億万長者になれたんだっていう方法があったっていうのを聞いてねその時代に生まれた人は羨ましいなあと何で買わなかったのって心の中で思ってたんですよ でも同じようにインターネットっていうインパクトが起きたときに参加しなかった人私も込みでね結構いたと思うんですよで今の例えば若い人がね中学生とか高校生が多分私たちを、あのー、見てね思うんですよえインターネットが始まった頃に20代30代だったのじゃあなんでその頃参入してなかったの今儲け儲かってたじゃんいやー惜しいな残念だななんでやらなかったのみたいな思うんですよ その後今度暗号通貨のバブルがあってビットコインがね1万円もしなかった時代ってのがあるわけですよそしたらそれに対してもうなんでその時買わなかったの俺だったら全力で買ってるよみたいなことはね多分若い人は言うでしょうねうんだから今の時代40代50代になってるいまだにね富を得てない人ってあのそういった若い人から見たらチャンスがいくらでもあったのにこの人はダメな人だっていうふうに思ってたかもしれないですねで新しいもん新しいもん新しいもんにあの興味を持った人って何かしら当たるんですよ でも新しいものが出てきても、いやもう俺の時代じゃないからみたいな感じで、SNS すらやらないみたいなね。で、この時代、インターネットとかパソコンが苦手だっていうふうにね、堂々と言える人ってもう終わってると思いますよ。うん、なんか恥ずかしいと思わないといけないですよね。当たり前に、それこそね、電卓を使うように、パソコンやインターネットを使うような40代、50代でかるべきなんですよ。でも40代、50代ね、パソコンが苦手な人がもう圧倒的に多いわけですよ。それじゃ稼げないよと。 何が苦手でもパソコンだけは得意になっとけよとインターネットだけは使いこなしておけよって思うわけじゃないですか,、うん、だかこの意識の差がね大きいですよね私もだから十分後発だったんですけどもでも10年前の後発組ですからねそれからいくつもの山があっていくつものチャンスがあった例えば YouTube のチャンスなんての私の後に来ましたからね 私がインターネットに参加してその時 YouTube は当然あったんですけどもまだ動画がバンバン出てくる時代ではなかったしそれから動画のアップロードにもねそこそこ時間がかかったりそもそもカメラを持ってる人はいなかったですよねスマホで撮影して動画アップロードっていうのもありましたけどもいかんせんそこに価値を見出すほどに通信速度も速くないし料金の問題もあったりそれから動画がね きちんと撮れなかったりとか画像の問題があったりとかしてそんなに積極的にバンバン撮ってあげる人はいなかったです少なくとも今みたいなあーペースではね今はスマートフォンでもすごくいい画像とか動画撮れますんであの何かっていうとねもう撮影なんですよそれこそあのなんかこの前歌舞伎町で女性が男性をね刺したみたいな事件がありましたけどもその緊急時ですら多くの方がこうやって撮影してるわけですよなんかそこまでいくとちょっとやりすぎだろうと思うんですけども そのぐらい撮影が手軽になったっていうところだけ見るとあの時代は進んだなと思いますよねでもそのスマホとか動画撮影とかの恩恵を受けてない人って何なんだろうなとそれを使うだけで全く違う人生が開けてきてチャンスは手元にグッと引き寄せられるのにそれこそ手持ちのカードを使ってないわけですよスマートフォンってものをみんな持ってるわけですよロイヤルストレートフラッシュを持ってるんですよでもそれを使わずに豚で勝負しようとしてるんですよね それは負け続けるわと思いますよね。うんまあ、それから私もこうやってインターネットを使ってねいろんな稼ぎ方を放送してます。でもいろんな稼ぎ方を放送しているのにずっとケチをつける人っているんですよ。その人は何にも変わってないんですよね。ケチをつける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 。何年経ってもそこにいるんですよ。でも私は、まあ、ケチをつけてくる人もまあいるんですけども。 でも新しい稼ぎ方新しい稼ぎ方新しい稼がせ方新しい稼がせ方って感じで富を築き続けてどんどんいい人生を手元に引き寄せてるんですよね。でそうなってくるとなんか痛々しいですよねそのアンチコメントを書いてる人がかわいそうっていうかねああずっとそこでこうやって上げ足取って気持ちがいいんだなとう全然どうぞどうぞと俺は勝手に豊かになって自由になってるから何にも腹が立たないよどうぞやってくれって。 それで気が済むんだったらって気持ちですよね。ーいやー本当にでも後発組の私でもね、まだ先発だったっていうね。だから今日始めても先発組だと思いますよ。だやらないんだもん。やらない人が大勢いる以上、テクノロジーが十年前のものでも二十年前のものでも、それがあの先行者利益になる残ってるわけですよ。チャンスがね。 いや本当に今でもね私と同じようなね40代半ばから50代の人に「パソコンやインターネットで稼いだことありますか?」って言ったら「まあ稼いでもね10万稼いだことがない人ばっかりですよね。うん。いやほんなん100万200万だろ稼げるでしょ俺それで生きてるよ」みたいなね全然暮らしが違いますよねかねそれは別に自慢したいわけじゃなくってこんなに素晴らしい方法があるのにそれにいまいちねぶっ込めてないっていうかね 信頼できてないっていうかねやり込めてないっていうかすごい人生の遠回りをしてその遠回りはもう取り返しのつかないところまで遠回りしちゃってるんじゃないかなと思う日々でございますそれでは